とリトルキャップ、パズルを繰り広げるのはまだまだ未熟なポケモンばかりですが、彼らは一体どのようなファイトを見せてくれるのでありましょうか。激しい攻撃、決まった、これは効果的だ。これで打撃攻撃に強くなりました。朝やまだ余裕着々、朝や疲れを見せております。ここで火炎放射だ。よし当たった。おっとダウンだ。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでワンピキーの登場だ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。強い攻撃、追撃、ダメージは大きいぞ。あーっと、あっけなく倒れてしまった。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ポケモンの選択が終わって、ここでヒトデマンの登場だ。これは先ほどのポケモンの実力を放つような活躍を見せてくれるか。ここでサイコキネシス、ここでノックアウト。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでコンパンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは2対1。おーっと効果は抜群だ。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。バトルが始まりました。バトルの指定に移って、ここで10万ボルトだ。逆転を突いた。試合開始早々いきなりダウンだ。はじめから大変なバトルになっております。ここで不思議だめの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。ここで冷凍ビーム、これは有効だ。あーっと一撃で倒れてしまった。さあ一方的な試合が展開されております。ここで鬼スズメの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっております。決まったか。
これで勝者決定です。ここで試合終了。熱戦が続いております。ここポケモンスタジアム、観客の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。今準備が整って、ここで冷凍さん効き目十分、一撃でダウン、早すぎるダウンです。さあ一方的なバブルになってしまうのか。ここでビグダの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。おっと攻撃が外れた。おっと威張っているぞ。おっと混乱した代わりに強くなりました。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここでポケモンを交代します。ここでストライクの登場だ。さあこの場面でこれは効果なしです。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。セミタック重いヒット。あっと一発の攻撃でダウンだ。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでコダックの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。これで特殊攻撃に強くなりました。この攻撃、あっと混乱した代わりに強くなりました。さあ熱いバトルが展開されております。バトルの指定に移って、いった、激しいヒット。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。